やったぜ。日本、カタールワールドカップ出場決定。そして、みんな、フロンターレ選手が、大仕事をやってのけたぞ。はい、ということで、どうも、フラベス。今回ですね、日本代表対オーストラリア代表の試合を、まあ、少しだけ振り返りたいと思います。まあ、明日ね、生配信、やりますんで、まあ、そっちで、で、大体ね、話したいと思いますんで、まあ、今回はちょっと簡潔に話したいと思います。はい。で、まあ、この試合ね、まあまあ、結果はね、まあ、皆さんもうご存知の通りだと思いますけども、2対0で日本代表勝利で、カタールワールドカップへ出場、決定いたしました。よかった。はい、で、まあ、まあ、前半ね、流れがいいと言っていいのか悪いと言っていいのか、まあ、間延びした展開でお互いにチャンスを、が多い状態で。まあ、フロンターレもね、やっぱりこういう戦い方、得てしあったんですよね、フロンターレ割と。やっぱりね、周りが見えちゃう。で、なおかつやっぱね、第一優先というか、まず最初に見るのはゴールの、から近い方からどんどん下げていくっていうやり方なんですけど、まあ、そっちが見えちゃう。そして裏抜けできる浅野選手がワントップにいるということで、やっぱりああいう展開が増えちゃったかなと。で、それによってやっぱ間延びして、繋がってね、抜けちゃえばやっぱり結構決定機は作ってて、まあ、いつ点が入ってもおかしくない展開でしたけど、まあ、それが決めきれずに、で、あとは途中でカットされたりすると、中盤がかなり間延びになっているので、即時奪回っていうのは難しくなってくる。で、相手のオーストラリアも10番めがけてボール蹴って、で、そこで収められて、まあ特に長友選手の左サイドの裏っていうのをね、かなり狙われていたので、まあそこで収められて、まあシュートまで行かれるっていうシーンが結構見られて、まあどっちに点が入ってもおかしくなかった。まあ特にでも日本代表の方が、まあ南野選手が結構決定機あったイメージでしたね、前半は。なので、まあそれでまあ決めきっていればもっと楽な試合だったと思うんですけど、まあそこで点を決めきれずに、まあでも逆に日本代表もね、うまく、オーストラリアの攻撃をゼロで抑えたことで、まあ0-0で終わって、まあ試合後のね、吉田選手のインタビューでもありましたけど、まあ0-0はプラン通りだったみたいなので、まあ慌てることなく0-0で終えたかなと。まあただ点が取れていなかったのでちょっと嫌な展開だったかなという感じでしたけど、うん。でまあ後半入って、まあそこかなりうまく修正して、やっぱしっかりと、うん、自分たちのビルドアップをしっかりと整備するっていうところから入って、で、うまく、立ち位置取ったり、で、相手のプレスも、しっかりと剥がしながら前進していくっていう、全員で前進していくっていう形のビルドアップを取って、で、そうするとやっぱり山根選手が生きてきますね。前半はちょっと、ああいう間延びした展開だったので、山根選手の良さっていうのが生きなかったんですけど、まあ、後半はかなり右サイド、駆け上がったりしてて、うまくね、ゲームをコントロールしてたかなと。ということで、まあ、後半はね、うまく機能していたし、あとはやっぱり中盤の3枚、やっぱここがうまくね、ボール受けて出して、で、もう一回受けてとか、で、まあ、前線に飛び出したりとかできる選手たちなので、後半の戦い方の方がよりね、生きると思うんですけど。で、まあ、前半でうまく、浅野選手とか、伊藤選手とか、南野選手が、裏抜けしてね、やっぱチャンスを作っていた分、オーストラリアのディフェンスの方もかなりね、上下動はさせられていましたし。で、そこでやっぱり、裏抜けでかなり走らせた分、途中から上田選手を投入して、で、上田選手の、なんだろうな、機動力というか、まあ、前線で受けて、ポストして、裏抜けしたりとか、まあそういうこともできる選手が入ってきたことによって、オーストラリアはかなり、きつくなったかなと。で、ゴールキーパーのところまでね、上田選手なんかは、プレスをかけに行って、相手のね、ビルドアップさせないようなプレスをしっかりとこなしていましたし、やっぱポストもしっかりと、もうすごかったですね。普通に、なんか、やっぱすごい選手だなって改めて思いましたけど、
収められてポストして、でスピードもあるということで、でねやっぱりチャンスもシュートもね一本惜しいのありましたけど、やっぱあれをシュートに持っていけるっていうことが大事で、やっぱそれは今の調子の良さが物語ってるかなっていう感じで、うん、まあ、後半もねやっぱり日本代表チャンスは多く作ってて、まあ、いつ点が入ってもおかしくなかったかなというところで、まあ、0-0 で、まあ、後半終盤まで来てしまいまして、まあ、そうなるとちょっと怖かった、まあ、岡田監督も岡田さんもね試合前かな言ってたんですけど、まあ、0-0 のまま行って最後アディショナルタイムらへんに一発取られて負けっていうのが一番怖かったシチュエーションだったと思うんですけど、まあ、それにちょっとオーストラリアもねなんかあんまり急いでる感じはなくて結構時間使ってたんですよね、キーパーボール持ったりとかした時には。なのでまあオーストラリアもやっぱその展開を狙ってるのかなというところで、まあ 0-0 で来てしまいまして、まあ、ただ日本代表森保監督ね、うん、まあ、僕はちょっと谷口選手とか入れるのかなと、うん、やっぱ放り込まれたりするので、ただやっぱ森保監督は点を取るぞという意思を込めた三笘選手の投入、うん、これで逆になんだろう日本の前への圧力っていうものは強まったし、やっぱ 0-0 じゃなくて点を取りに行くんだっていうメッセージにもらったと思うので、まあ、逆に強気にいけて、で、ね、後半ずっと続けていたしっかりとポゼッションをしつつも相手のゴールに迫るという形で、うまく右サイドを起点にね山根選手から森田選手にあのねあのパスはねなかなか出せないっすよ、見たことないもん他の選手、やっぱ川崎だからこそやれてたことだと思うので、川崎のユニットがねうまく生きたシーンだと思いますけど、山根選手の右アウトのねちょっと浮かした中への、まあ、パスというかクロスで、あれ大体ダミアンに、ね、収めるんですけど、今回は森田選手がしっかりと受け取って、でちょっとねずれたんですけどね山根選手に返しが、ただあそこを諦めずに、やっぱあそこでね折り返せるのがやっぱ山根選手の良さなんですよ、あの体勢からでもしっかりといいところに折り返せるっていうのは、でもうなんとか折り返して三笘選手がね入ってきてゴールということで、まあ、これが言われてみれば気づいたんですけど三笘選手の初ゴールなんですよ A 代表で、はい、いやもうなんだろう、もうただただなんだろう叫んだよね叫んだ、だってもう最高の形でのゴールじゃん、フロンターレサポーターとしてはさ、いや最高でしたよ、もうだ作りもやった選手もみんなフロンターレだから、うん、完璧な崩しな上にゴールまで取っちゃったんで、いやもう最高でしたね、フロンターレでやってたっていうのはかなり大きかったと思うし、まあ、じゃなきゃできないゴールだったかなと思います、はい。でまあ追加点2点目はもうなんか圧巻でしたよね、うん、まあ、最初時間を使おうと思ってたけどっていうのは三笘選手インタビューで言ってましたけど、まあ一回ゆっくりしてね、もう下げるふりして相手がちょっとなんだろうなキープするんだろうっていう感じの寄せ方をしてきたところを裏書いて、あの初速ね、切り初速あれね、あれはもう三笘選手よく見たシーンですよね J リーグで、はい、もうやっぱね、あの当時はね慣れちゃってましたけど、やっぱ久々に見るとやばいっすねあれ、いやもう完全に置き去りにしてましたからね、そっからのぬる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 中入っていって最後決め切っちゃうと、まあシュートコース自体はまあそんなに良くなかったんですけど、まあシュート意識と、まあ、シュートスピードですよね、ボールスピードが相手のゴールキーパーを上回ったということで見事な追加点ね、2-0でこれでもう万事休すですね、抑えはで2-0で試合が決まりまして、はい、本大会出場となりました、はい、いやもうなんだろう感無量です、やっぱ今までねフロンターレは代表に貢献して
くれないとかしないとか結構言われてたし、まあ全くその通りなんですけど、まあね、いろいろね、うん、選んでくれないだとか、出場時間は短いだとかいろいろ言いたいことはあったんですけど、まあなかなかそれも、まあ結果でね、まあ何も残していなかったので言うこともできず、また昨年ぐらいから川崎の選手がよく代表に呼ばれることが多くなって、でそこからね、山根選手が韓国戦でデビュー直後の先制ゴールとかいろいろありましたし、でワールドカップの第4節で田中碧選手と森田選手がスタメンに抜擢されて、でなおかつシステムもフロンターレの 4-3-3 ということで、サッカーの内容もやっぱりね、あそこで田中碧選手と森田選手2人いたっていうことが大事で、どちらか1人だけだったら多分あそこまで劇的にサッカーを変えることはできなかったと思うんですけど、まあそこでうまくフロンターレのサッカー、まあそれに順応できるね他の選手たちもすごいんですけど、ただそのプレーモデルがあったっていうことは本当に大きくて、やっぱそれは本当に鬼木監督のね功績だと思うし、まあそれをうまく代表に取り入れた森保監督のね、まあ柔軟性というか、まあそちらをその柔軟性もね、やっぱりプライドがあったら多分できなかったと思うんですけど、まあ、その柔軟性をうまくね代表に落とし込んだというか使えた森保監督の思い切りの良さっていうのも、まあ今終わってみれば良かったかなと思います。まあ、ただこっからね、まあ、代表は今度はワールドカップメンバーに入るね、サバイバルに入りますんで、まあ、こっからが本当に個人としてはね大事な時期に入ってくると思います。まあ、残念ながら今回谷口選手は出れなかったんですけど、まあ、板倉選手が逆にね出てね、まあ非常に安定したプレーを見せてくれたので良かったかなと思いますし、あとは旗手選手も代表復帰して、まあ、もしかしたら次のベトナム戦ね出してくれるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、まあ出してほしいですね、見たいですね、インサイドハーフで見たい。でやっぱ願うことならフロンターレの選手たちで見たいな見たいな。だって今結構組めるでしょ、川島選手ゴールキーパーでしょ、右に山根選手で、センターバックに板倉選手と谷口選手で、左がいないのか、左が、まあ、長友選手か中野選手、まあ、中山選手みたいかな。でボランチアンカーか、アンカーに森田選手、インサイドハーフに田中碧選手と旗手選手で、右ウィングがいないのかな、なんか久保武英選手で、左に三笘選手、ワントップがいないから上田選手と、このメンバーが大事です僕は、はい、次のベトナム戦ね、まあ多分無理でしょうけど、難しいと思いますけど、できることなら僕が選ぶならこのメンバーが見たいなっていう感じです。はい、まあまあそんなようなこともね、朝の生配信でね、いろいろね皆さんとね話していきたいと思いますんで、まあ朝の2時から14時からはい生配信やりますんで、ぜひそちらの方遊びに来ていただければなと思います。はい、まあとにもかくにも本当にワールドカップ決まって非常に嬉しい、そしてフロンターレの選手たちが活躍してくれてさらに嬉しい、はい、そんな試合でした。はい、ということで今回は以上になります。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。